ね、口笛が吹けないんですよ。こればっかりはね、結構練習してるんだけど、なかなか吹けるようになんなくて、まあ、今までそこまでめちゃくちゃ口笛が大事だったシーンがないんですけど、外画だとやっぱりね、あるんですよ。ピューイみたいな、やって、ふぅ、すげえな、みたいな。そういうのが、すげえな、みたいな。何回か鳴らして薄い音が出るみたいな。やるじゃん、みたいな。で、まあ、これは要練習なんですけどね。だから、でもね、ベテランの人でもね、口笛吹けない人とかがいて、そういう時は、まあ、口笛はね、一応、声とあんまりね、完全にかかってくるわけじゃないから、別の人が口笛を当てたりとか、まあ、SE があったらそれ使ったりとか、そういったりしてるんですよ。そういうね、お話でした。